はい、よろしくお願いします。皆さん、サンタさんのスタイル、スタイルですけれども、あの、これは自分で選んだんですか？どうでしょう？いや、用意していただいて。あ、そうでした。でも、来た感じはいかがです？え、なんか、あ、クリスマスだ。そういえば、もうすぐ。ねえ。はい。なんか、すごい忘れて、12月って言うと、もう忘れてました。あら、なんで？なんで？なんか、多分バタバタしてたりするからじゃないですかね。年末だったなって、やっと実感が湧きましたね。皆さんはどうなんですか？それぞれ、サンタさんの格好で。そうですね、私たちよくコスプレしてるので、このシーズンになるとこのサンタだなっていう。そうですね。でも、初めてだよね。今年、第1弾で入れて本当に嬉しいです、ね。嬉しいですか。今年初です。でもやっぱりね、この格好をすると誰かに見せたいなとかって、そういう気持ちにはなりません？なりますね。やっぱりこう、それぞれなんだろう、個性を生かしてなんか衣装とかも選んでもらってるので、ぜひね、ファンの皆さんにもそうですけど、たくさんの方に見ていただきたいですね。ファンですか？はい、そうです。特定が誰かっていうのはないんですか？どうですかね、どうでしょう、坂口さんどうですか。事務所の社長に私成長したよっていうのを、はい、10代の頃から見てもらってるんで、成長して主演でやらせていただいて、なんか私だけ白い衣装っていうのを、はい、事務所の社長に見てもらいたい。さて、今クリスマスの話も出ましたけど、クリスマスはどんな予定なんでしょう？誰かと過ごしたいとか予定はあるんですか？皆さんどうでしょう？さやさんから、はい、私は舞台の稽古がガッツリ入ってますね。寂しいですね。どうですか？最初予定が仕事が入ってたんですけど、ちょっとなくなっちゃって、クリスマスだけ2日間丸空きなんですよ。やることないんですけど、どうしたらいいですか。だってそれは決まってるじゃないですか、デート。デートしたいですけど、だって怒られちゃうから。マネージャーさんが怒るからデートできない。そっか、そっか。皆さんはデートダメなの？ダメって言われました。言われたの？あら、そう、いかがです、クリスマスは。私そうですね、お仕事がちょっとあるんですけど、それ以外の時間空いてるので、その時間を友達と過ごそうかなって。お友達って？特定の人がいないので、女子会か、ゲイの友達と。ゲイ、ゲイの友達楽しくなりそうですね。そうですね、まだ大体そんな感じですね。賑やかな、ねえ、楽しそう。坂口さんは？私は毎年親友と一緒にクリスマスパーティーやってるんですけど、今年もやるんですけど、その前に舞台の稽古が多分あるんで、はい、あら、クリスマス寂しいですね。寂しいですね。デートすると怒られます？怒はしないですけど。ねえ、そうですよね。方とデートってのはどうなっております？の予定は本当になくて、会ってないんで、まず最近はちょっとお互い本当に忙しくて、今年末で。あ、そうなんですね。あら、そうですか。予定がない。じゃあクリスマスは？あ、私ちょうどその24、25で、はい、親友の結婚式が LA であるんですけど、あ、そうだ、LA の時なんですよね。で、そうですね、もう帰ってくるタイミングなんですけど、まさかのこうクリスマスイブとクリスマスがそこにあるので、めっちゃなんか機内にいると思います。でもなんかちょっとデートしたかったですね。デートしても大丈夫？私はそうですね、もういい年なので大丈夫かなと思って。アスカちゃんと同じ事務所で、彼女はまだ新人グラビアアイドルなので、すごいね、厳しいんだよね。事務所のこうガードみたいなのが厳しいんですけど、私はちょっ
ちょっと最近自由にやらせてもらってます。いいですね、はい、じゃあ募集中なんですよ、誰かお願いします。